やっぱり、まあ、よく皆さんから言われると思うんですけど、うん、まあそうですね、まあ、日券発出のことはやっぱり、うん、まあ、支持作戦から始まり、うん、まあ、いろいろ細かいことはたくさんあって、具体的にはちょっとあのまたちょっとお聞きしようと今思ってるんですけど。そうそう、じゃあ、まあ一応資料がいるよね。あの、大体僕も現場で相手とあの、まあ、見てる通り共戦のことと共戦交戦とぶつかるから、大概なデータはもうパソコンに全部入ってるんですよ、はい、だから大丈夫だと思うんだけどね。でそれがね、昨日夜中見てたら、うん、なんか、うん、あのその YouTube じゃなくて、うん、創価学会の本当の歴史っていうなんか、うん、真実の創価学会年表っていうのが、うん、サイトをちょっと見つけたんですよ。そしたら今日豊田さんにお聞きしようかなと思ってたようなことが、うん、ほとんど結構カバーされてて、ほとんどあれせっかく今日行くんだけど、うん、これちゃんと見てればちょっと解決しちゃうのかなってちょっと思いつつもあれなんですけど、まあね、まあ、でもそれでもちゃんと話聞こうと思って、まあ創業あね創業の話が嘘だ、うん、嘘っていうか似た商人から創業をちゃんと受けてないっていう話はもうずっともうこびりついてますね、学会の中には、うん、だから話だよ、ね、偽ホストなんだっていうところから始まってますから、うん、で、まあ、支持作戦とか、うん、まあ、一連のことがじゃあ何で分かったかっていうと、うん、川辺慈徳氏、うんうんうん、の川辺メモと言われている、具体的に、うん、まあ、の俗に言う、うん、そのメモから全て支持作戦とか、うん、あと、日券発出の大御本尊が偽物だという鑑定をして偽物だったっていう発言とか、うんうん、そういうのがもうずっと学会の中ではもう当たり前にやってます、うんね、その辺で、あと自分が一番気になったのは、日経ホスの、禅寺に、あの、墓を、墓を建てたっていう、作ったっていうところ、うん、そこもずっと気になって、なるほど。あと自分が一番気になった、あと、体積時の合葬、骨、うん、合葬って言って、あの、骨格子が、その、うん、自分のお墓がない人たちが、うん、合同でその、あの、一つの納骨堂の中に、皆さんのお墓、あの、骨を管理して、っていう体制がやってたんですけど、うん、それが、骨が、米袋の中から、なんかぐっちゃぐちゃになって、その鳥の糞かなんかがこうやって混ざって出てきたっていうのも、すごい、その当時は、その、すごい衝撃な創価新報の趣味で、うん、これはひどいなぁって思ってたのとか、うん、なんだかそういうのがなんか、ですね。うん、そういうのが、まあ、一つ一つ丁寧にやっていきますか。あ、すいません、ありがとうございます。ね、まず、優先順位をいきますか。優先順位から。はい、何が一番やっぱり根っこかと。ですね、まず日券発出、今ご陰損外科ですよね、確かね、名前、正式な名称はね。はい、の、うん、し、の、その、まあ、新田少年は救世主、急遽亡くなっちゃったの。じゃあ、そのご僧侶から行きましょうよ。はい。ね。はい。これはもうね、はい、まあ、我々散々、まあ、はい、対論してきたところだからね。はい。ね、はい。